海辺の生年は2017年7月29日に公開された日本の映画。太平洋戦争末期の天み群島、かけろま島で出会った島尾美穂、島尾敏夫夫妻をモデルにしている。作品名は島尾美穂の同名小説から取られており、島尾敏夫の島の果てなども原作とされている。監督は越川道夫、三島光は4年ぶりの単独主演となった。 キャッチコピーにはついていけないでしょうか。たとえ好みが壊れても取り乱したり、いたしませんの文章が用いられた。太平洋戦争末期の奄美群島、影ウ島に海軍中尉のついたちが赴任してくる。国民学校の代用教員を務めるとえは、子供たちに長い峠下を強いる軍隊に反感を抱くが、本を読みたいと父のもとに使いをよこし軍隊よりも、 島唄が覚えたいのだという1日の人柄に惹かれていく。戦況が悪化していく中、1日ととえは1日の部下である大壺を介して、手紙のやり取りを続け、やがて王政を重ねるようになる。1日の部下である早とはこれを苦々しく思い、1日をなじる。連合国軍の空襲は、今まで穏やかだった影浪島でも行われるようになり、 島の人々も戦争による死を実感するようになる。そんな中、トエの父は彼女へ親より先に死んではならんと教える。広島、長崎に原爆が投下された後の1945年8月、ついに1日たちの舞台へ特攻命令が下る。自宅へ駆け込んできた大坪からこれを知らされたトエは空襲警報が鳴り響いて島中の住民が避難する中、 身を清めても服に着替え、ついたちとの合引きに使っていた浜辺へ急ぐ。やってきたついたちは、特攻の話をはぐらかして帰ってしまい、とへの引き止めにも応じない。彼女は、ついたちの出陣を見届け、担当で胸をついて三崎から自害するつもりだったが、結局ついたちの舞台は出陣せずに終わる。翌朝、出陣しなかったついたちは、玉音放送を聞き、戦争の終結を知る。 一方の問えは、父が島の人々と手榴弾を用いて、防空壕で自害する幻覚を見るが、それが幻に過ぎず全員が生きていることを知り、笑顔で走り出すのだった。1944年頃の島尾年尾島を、年尾文学記念碑。石踏みが設置された、島尾年尾文学飛行園は、年尾が配属された第18信用隊の跡地に整備されている。 監督の越川道夫は20代の頃から島尾夫妻の作品を愛読しており、また過去の仕事から夫婦の息子である島尾新さん、孫にあたる島尾真帆とも親交があった。また映画、夏の終わりにプロデューサーとして参加していた越川は主演を務めていた三島光に本作の構想を話し、美穂の役は彼女のものだと伝えていた。一方、 三島の所属事務所ユマニテの代表である畑中鈴子は彼女の20代最後の主演作品として何を撮影するか越川と検討しておりその中で海辺の生都市の映像化を提案した三島の側も越川から原案を聞かされた際に天見大島で島尾美穂さん私しかいないかなとと考えていたというこの作品は三島にとって 夏の終わり以来4年ぶりの単独主演作品となった。映画の題名にも用いられた海辺の生年は島尾美穂の短編集であり、越川はその夜のエピソードのみを映画に使用したほか、島尾年夫の島の果て浜辺の歌ロングロングアゴを原作に用い、夫婦の所感が収められている幼年期も参考にしたと回想している。三島と長山の役名であるとえ すい注意は、年尾の小説、島の果てから取られたものである。また越川は、撮影の頃連載されていた、架橋久美子の美保伝を、俳優を含め本作のスタッフ全員に読ませて、人物造形の助けとした。は子の連載は後に、狂う人、死の棘の妻、島尾美保、として新潮社から出版されたが、この本は、本作の参考文献となっているほか、はしごは、 脚本監修も務めた。撮影にあたり、島尾夫妻の作品を読んだ三島は、二人の作品から芝居に通じるものを感じ取ったという。また原作となった、海辺の生年に対し、三島は次のような感想を持ったと語っている。これはまずいと思ったことを覚えています。この作品と触れ合ったら、自分の中のものが掘り起こされちゃうぞ。役者としてだけじゃなく、 三島光として関わらなければいけない作品だ。これは大変だぞ、と。三島光文学界2017年6月号より、引用元は、パンフレット9から11ページアスア芝戦跡公演に、残る弾薬コアと脚本は、奄美にルーツを持つ三島監修のもと2015年5月に、完成し、7月には、ロケ版も行われた。舞台は、美保の故郷である、 かけろま島のおしか地区に設定されたが、地区は過疎で荒廃が進んでいたため、奄美大島を中心に撮影が行われた。撮影は2015年9月29日から10月17日にかけて行われ、この際、死の棘映画化で使われた信用の模型が使われている。また、おしか地区の言葉を再現するため、夫婦の息子である、 島尾新さんが台本を読み上げる作業に協力した。作中で使われた天見島唄は、かけろま島出身の朝崎育恵が歌唱指導に当たった。朝崎は、美穂の過ごした、お四角地区に隣接する花府地区の出身であり、作中と絵が歌う、朝花節も、朝崎の母親が、同地区で採取したものである。本来は、お四角地区の歌ではないが、 島の外の人とちぎりを結んではならないとする歌詞に惚れ込んだ越川は三島と相談して採用を決めたという。他にも、美穂が年寄に捧げた甘美方言の歌、千鳥浜が作中に盛り込まれている。影楼島のモデルとなった掛けろ魔刀を空撮した写真また三島は、浅崎の元で歌唱指導を受ける傍ら、実際に甘美に向かって、 現地の住民と交流を重ねた。文学界2017年6月号のインタビューで、三島はこの映画は島で撮るとはいえ、都会の人間が作る作品です。そこに、ルーツがあるのは私しかいなかったから、責任を持って島を守らなきゃ、と、必死でしたと語っている。三島実物を体感する自らの役作りについて、俳優の仕事はペテン師だとは思っているけど、 嘘だけはつきたくないとし、リアリズムを追求する上で必要なものだと述べた。リアリズムを追求する方針は長山も同じであり、三島は長山と二人エンディングが続けられずに止まってしまったこともあると10回している。また三島はかけろマ島で過ごした間、犬神の夢をよく見たとし、これが美穂のイメージにつながったと述べた。島での撮影について彼女は映画の中でなくとも、 島に帰ったら島のこの顔になっちゃいます。はじめはみんなから都会の顔して戻ってきたねとか言われたけどと回想しているほか、完成披露舞台挨拶では映画の撮影をしながらも故郷に戻って上京した13歳からの生活をやり直しているような不思議な感覚でしたと述べた。毎日新聞のインタビューでは自分の原風景を再確認できたと明かした。腰川は 天海の人たちの空気感は、東京から連れて行った人たちでは出せないからとし、主要キャスト以外は、天海の住民を使うことにした。自負として慕われる、都えの父には、沖縄出身で島を知っている人であることから塚山、正種が選ばれた。また、大坪役の井野は機械、早戸昭医役の川瀬洋太は、越川の信用も熱いキャスティングであった。越川は、 島と年をに相当する一日注意について強い稀人にしたくはなかったとしており、どこか弱々しさ、ういういしさを匂わせる長山綾とは敵役だったと回想している。また長山にとっては実在の人物をモデルにした初めての役であり、撮影前から頭を丸刈りにする入れ込み用であった。長山はこのことについて、台本には歌や、 細かい自然への描写なんかも書いてありましたけど、そこは想像しかできないので、天海という島に行ってしまうのが早いのではないかと思って予定よりも早く坊主にして、天海に入りましたと回想している。三島を加えた5人以外の出演者はすべて俳優ではなく地元住民である。コシは島尾夫妻の作品を愛読した経験からアマに深い思い入れを持っており、撮影の上でも 島の時間を大切にすることを重要視した。作中ハヤトをはじめとした軍人たちが、都への家で、同期の桜を歌うシーンは、越川が天海に乗り込んでいって、映画を撮影している僕たちの姿を、次回を込めて描いたつもりとして撮影したものである。出演した長山は、二人だけでなく、島が主役になった作品だと思います。島の子供たちをはじめ、 地元の方々にも出ていただいて、島がちゃんと映っている作品になっていると思いますと、回想している。また作品では、死の棘のような狂気ではなく夫婦の出会いが、重要視されたが、一日がタバコを吸うところに、トエが迫るシーンだけは、死の棘での狂気に至るきっかけとして撮影された。さらに越川は、死の棘のような年押し点ではなく、トエ。 つまり、美穂の側から描くことを意識した。撮影は、牧賢治、照明は、鳥羽博文、美術は、沖原正純、装飾は、藤田徹、音響は、菊池伸幸が担当した。衣装デザインは、伊藤幸子が担当したが、東京暮らしをしていた美穂に合わせ、当時の資料を探し設計されたことが、腰川によって、明かされている。また制作の上では、 伊藤と三島が話し合いを重ね、彼女が新しい世界に憧れていて、おしゃれが好きだということを表すための衣装がデザインされた。撮影では長回しが対応された。また越川は前々からうなみたくに音楽を任せたいと考えており、うなみは甘美の楽器を使わずに島の音楽を再現することに挑戦した。2015年10月に撮影が完了した後、 同月下旬から11月にかけて編集が行われた。編集技師は、菊井隆茂が担当した。10月下旬には3時間半のバージョンが完成したが、三島はこのバージョンが最も好きだという。テープ出しは2016年2月に完了し、そこから約1年をかけて、ポストプロダクション作業が進められた。越川は、このテープ出し初号資者の際に、 両親に関するものは全く見ないと公言している。島尾神さんが訪れて、好意的な感想を残したことが心に残っているとしている。作品は2017年1月27日に完成死者を迎えた。最終的に作品は2時間35分の大作となったが、越川は全ての歌詞が一番であるアマの島唄に習い、全部を新音一として取るという試みであり、 それが一本のまとまりとして散逸していかないギリギリのところで成立するのがこの長さだと振り返っている。作品の公開は2017年7月であると同年2月に発表された。これに際して三島はコメントを出し何にせよ一生抱えていかなきゃいけない作品になったと思いますと述べた。正式な風切り日は翌3月に2017年7月29日と 発表され、合わせて三島以外の4俳優の出演が発表された。映林での指定は G 指定となり、同年4月には劇中写真、5月には予告編が公開された。また、公開直前の7月には本編冒頭映像、メイキング映像が続けて公開された。公開日の初日舞台挨拶、先立つ6月27日に行われた完成披露舞台挨拶は、 どちらも手当る新宿で行われた。なお6月の完成披露舞台挨拶は、交際が報じられていた三島と長山が、公の場に揃って登場する、初の機会となった。初日舞台挨拶の席で、都への父役を演じた、塚山正種は、三島について、演じるために生まれてきたような人だと述べた。歌唱指導を行った佐々木育英は、三島の演技について、 天海ならではの感覚を三島さんは本当によく体現してくれていましたねと述べた。また、腰川の姿勢について彼女は次のように述べている。私は長年天海の外の方々と関わって天海を扱おうとするテレビ番組であるとか様々な人と出会ってきましたが、腰川さんほど熱心に天海を語られる方に出会った記憶はちょっとないですね。私、 個人としても、そういう方がこの映画を作られたことを、本当に嬉しく思います。それこそひかりちゃんも含めて、皆さんを、天海の島の神様が引き合わせてくださったんでしょうね。朝先育恵 cinra.net 2017年8月7日、公開公開にあたり、三島は、文学会2017年6月号の、島お夫妻特集で、 インタビューに応じたほか、自作の詩を寄せた。銀座9月号では、夫妻の孫にあたる島尾真帆と三島の対談が掲載された。また三島は、本作に触発されて、エゴラピンプロデュースの曲、群青をリリースしている。宇田川幸宏は、日本経済新聞の批評で作品に4つ星をつけ、とえと1日は、島に流れる、時間のようにゆっくりと感情を醸成させるとした上で、 越川について、静かな熱をたたえた堂々たる演出ぶりだと述べた。また、三島の演技について、これは、トエという女性の側から見た愛情の物語であり、三島光がそのすべてを演じきる姿は、見事であるとした。秋元哲次は、三島の女優としての覚悟が伝わるのが、この新作だと評した。2017年公開の映画を振り返る、日経スタイルの記事では、 アマミという土地から匂い立つような生々しさがあったと評され、また女優では海辺の生都市の三島光の存在感に圧倒されたとも書かれた。2017年10月に発表された第9回玉映画賞では本作と具公録での三島の演技に対し最優秀女優賞が贈られている。ディスクは DVD とブルーレイディスクの2形態で2018年2月7日にバップから発売される。ありがとうございます。